れ様です。今回はキー C における逆循環、Dm7、G7、Cmaj7、A7 というコード進行でのフレージング例を紹介します。ではどうぞ。今回のコード進行でのフレージング方法なんですけども、自分の場合は D ドリアンとか G ミクソリディアンとかいうふうに考えるのではなくて、C の循環コード進行なので、まずは C メジャースケールで弾けるなみたいな、こう大きく捉えてフレージングするようにしています。で、C メジャースケールでフレージングする時の練習方法の一つとして、着地音やターゲットノートを意識して練習するっていうやり方があります。コードが Dm7 の時、ここで Dm7 を押さえてみて、で、例えばこの中指のこの F 音ですね、2弦の6フレットの F 音、これを例えば着地音とか、でこの音の F 音に向かってチョーキングしたり、クロマチックで降りてきたり、この音をターゲットにするってことですね。でこれがターゲットの音で、着地音っていうのはこのフレーズの終わりの音ですね。終わりの音を意識する。こういう感じで着地音やターゲットノートを意識して弾いてみるといいと思います。で、あと Dm7 のところで、5-1 フレーズ、Dm7 に向かうフレーズみたいな感じでフレージングしています。ドミナントフレーズですね。結構定番のフレーズとかをはめ込む練習をするといいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この他にも Dm7、G7 のところで2-5フレーズを弾いたり、それぞれのコードのペンタトニックスケールでフレージングしたり、いろいろなアプローチの仕方がありますので、また機会があれば紹介したいと思います。では今回これで